歴船川の砂金砂金とは砂状に再流化した自然金。金鉱脈が川の侵食作用などで崩れ、川に流された後、川岸に溜まったり河口に流れ着いたものである。大掛かりな先行施設が不要で、採取方法が簡単であることから、古くから個人単位での採取が行われてきた。金の採掘はもともと川で行われていた砂金採取が徐々に 上流へと進んで、やがて山で、金鉱脈の採掘が行われるようになったとも、言われている。現代では、砂金取りを体験できる施設が各地で営業している。ほか、一部の河川では、今でも実際に砂金を採取することが可能である。しかし、アマゾン川流域などではアマルガム法による採取が行われており、河川の深刻な水銀汚染を引き起こしている。上流に、 金鉱山が存在していた等の砂金が出そうな川に、目星をつけ、上から、中流域の砂が溜まりやすい中州や、屈曲部の内側に堆積する、砂キ層を探す。桑などで砂を掘り起こし、ゆすり板やパンニング皿の中で流水で洗いながら、砂金を選別する。例えば、小う内川では、猫座、カッサ、ユリボン、飛釈、曲オケなどが砂金採取に使用された。金は、 比重がされきよりかなり大きいので時間をかけて丹念に洗い流せば素人でも採取が可能である。ただし熟練者でもがか係で得られる金の量はわずかであり、労働時間と収益を見比べると多くは最低賃金を大きく下回る結果に終わることが多い。川底に光り輝く金色の粒子のほとんどは高鉄抗である。砂金は 比重が大きいので川底に露出し続けることはない。高鉄鋼と砂金はハンマーなどで叩くと判別ができる。割れるのが高鉄鋼で形が潰れて伸びるのが砂金また、高鉄鋼のほとんどが立方体の結晶状態で算出されるのに対し、砂金は角がない不定形で算出される。王道甲の場合には明確な時計をなす砂鉱は珍しく、 不定型なものがほとんどである。また、金雲母や黒雲母等、雲母類の白片も反射により、金色に輝くが、比重が小さいので、水流により容易に舞い上がり流れ去るのでその点で、判別が可能である。また雲母等の鉱物は、押し潰すと簡単に砕けるが、転生のある砂金であれば、このようなことはない。矢島純吉、砂金、地学団体研究改編。 審判地学辞典平凡社、1996年。ISBN45 億8211万5063。金の英訳英二郎オンザウェブハット ABC、改訂版南アルプス学、概論。静岡市。2019年10月2日閲覧。ありがとうございます。